コンサイ、キュウリキュウコンボだぜ、コンボ。じゃあ、今回もファイナルファンタジー10-2の実況をしていこう。本日も通信スフィアを見ていこうと思うんだが、前回最後に、今度はザナルカンドから見ていこうみたいな話したんだけど、そういえば、ビサイド島だけ、キーリカで、ポルトキーリカ何度も見て、あ、なるほど、何度も見るっていう選択肢があるんだな、みたいなの、把握した上で、そういえばビサイド島は2回目見てないなっていうことに気づいて、まあビサイド島もう1回見ていこうと思うぜ。まあ何もなかったら何もないでいいんだけどな。あ、なんか子供の声が聞こえる。いや子供がいるだけかーい。そりゃそうだろうな。そりゃ子供がいるだけだわ。一瞬緑だからあれがサボテンダーかと思ったけど、全然酒瓶でした。もういいか。え、隠れんぼしてんの？もういいかい、もういいだろうな。あそこにいるぜ。見つけられるかな。あ、そっちじゃないぞ。その右に隠れてるな。見える？あ、見える。あー違うな、そっち行っちゃったか。そっか。あ、これ見つけたんじゃない？見つけたよな。見つけたね。あー見つかっちゃったな。そこはちょっと簡単すぎたな。え？え？いやいや、え、いた。そうだよね。さすがにバレるよなそれは。この子たち永遠に楽しそうだな。今度は鬼交代する？そんなことはない。お前ら同じこと繰り返す、もしかして。もういいかい、まただよ。それはまだだろう。あ、今度は見えないところ隠れちった。もういいよ。まずね、さっきいたところを確認するの賢いよ。お、そうそうそう、そっちに行ったけど気づいた。あー逆に行っちゃうか。あい、Uターンしました。これで見つけるだろう。いたな。よかったよかった。こんなに楽しそうなの。楽しそうだな。まだやる。まだやるか。あ、どうする？通信スフィアを持ち上げる？持ち上げなかったわ。え、同じところ隠れる？同じところ隠れたらさすがにバレるだろう。ほら見ろ、言わんこっちゃない。一発目で行くぞ。あ、一発目では行かなかった。ほら見ろ、バレるって言ったじゃん。いた。いや、アホか。これの永遠ループかな、この子たち。おもろすぎるんだけど。さあ、どこに隠れるかな。もういいかい、違うとこ隠れる。まただだよ。ああ、この2パターンしかなさそうだ。なんだ、子供が来たので1回って捉えたら、ワンチャンまた違う何かが見れるんじゃないかな。なんか陽気な音楽が聞こえるけど、これ BGM か、元からあったか。どうしたん、どうしたん、なんか気づいたか。なんだなんだ。いや、犬をこの視点から見れるってことは、なんか上に置かれてるな。何かの上に置かれてるな。正面に置かれてんの？どっちなの？横からも見えるけど。え、あ、消えた消えた。え、どこ行った？ああ、普通にその辺にいたわ。なんだ。あれ、犬で1カウントかな。ああ、若さんまた出てきた。え、なんかあった？なんかあった？おい、聞こえるか？なんかあったか？な。なんもないんか。お、ごめん、アップにしすぎた。お前何してんだ。これで見てる可能性があるっていうのは知ってるよね。まあでも常に見てるとは思ってないか。生まれそうなの？え、え、いや、まあなんだ、まだなんで。まだなんか、そうかそうか。でもあれだ、そのじっとしてられなくてついて。それ言われたの8人目だ。それはどう見たって落ち着いた方がいいからな。お
お前が赤ちゃんみたいな泣き声あげるじゃん。おもろい。え、カメラで追い切れなかったんだけど、消えた。落ち着けよ。さて、おーおーおお、え、え、え、ブリッツボールここで練習することあんの？そんなことある？ブリッツ始めるの？もうシーズン。魔物が出たり派閥争いが起こったりで、うん、世の中騒がしいからね。誰が喋ってんだ？スピラを一つにする方法何かないかと。誰が喋ってんだ？そんな時こそブリッツ。ボッツさん、え、うん、頑張ってね。そうだとは思う。全員投げながら、あ、練習しながら会話してくれてたんか。ありがとう。ずっと屈伸させられてるのかわいそうすぎんか。いや、まあ、ワッカさんは、ワッカさんは、そうか、忙しいか。かわいそうに。ビサイドとこんなに見れるとは思わなかった。おお、新しく、違う練習してる。オーバーヘッドキックですか？前の時も誰か練習してたな。下手くそかよ。こっちは一人ずっとアキレス腱伸ばしてる。まあ、そういうこともあるでしょうね。キッパさんは見てるだけなの。おおお。蹴るなら蹴るって言ってよ。いや、蹴るつもりで練習してたに決まってんだろ。よかった、でも成功できて。え、ああ、治療のためかな。なんか一言言ってから行きなよ、せめて。戻ってくる？なんか中でやってんだよね。え、このまま戻ってこなかったら笑っちゃう。いや、戻ってこねえんだけど。大丈夫？キッパさん。俺、キッパさんしか名前ちゃんとわかんないな。あと、ジャッシュさんがいた。この人、ダットさん？ごめんなぁ。全然ブリッツボールしてねえからわかんなくて。あれ？あれ？キッパさんは？片付けられた。違う。屈伸勢が増えた。お前らアップしすぎだろ。そろそろ。お、お、ちょっと目を離すと、すぐにボール遊びだ。ベクレムさんだ。ボール遊びっつか。すいません。ブリッツボールの練習ですよ。ふん。下手。取ってくれよ。誰が取りに来るかな。ええ、ボール放置。お前らボール放置すんの。え、あいつら帰ってったよな。あ、出てきた。なんで一回中入ったんだ。ブリッツボールしちゃいけないの。屈伸するじゃん。何見ながら屈伸してんの。ベクレムさんがそこにいる。いや、わからんけど。ブリッツボールがしたいっていう意思の表れかな。全員ずっと屈伸しとる。おもろい。え、でもビサイド見る限りめちゃめちゃ平和じゃない。まあ、もともとリーダーと関わり合いないからそれは平和か。お、あ、ジーンに一人走ってった。ああ、でもキッパさんもアキレス腱し始めた。え、ダッシュもしてんの？戻ってきて。あ、ボール持つじゃん。ボール持つよね。持った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 。いいぞ、ベクレムさんに反抗していこう。お前バカじゃないの。その方向でオーバーヘッドしたらボールこっちに飛んでくるじゃん。ベクレムさん来たらどうするんだよ。ずっと練習してる。でもいつか当たるだろうな。当たったボールが後ろに飛んでベクレムさんに当たる。いや、お前やめんのかい。やめんのかい。当たるまでやれや。おー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 。今度は違う方が。この人がダットさんだと思ってる。いけるかな。あ、ダメです。誰かが成功するまでやるんじゃないかな。これどういうあれで何をしろって言われてるの。諦めんのかよ。ダッシュして帰ってきてを繰り返してる。そういう訓練なんだろうな。これジャッシュさんじゃない多分。うえ
おい、バカ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 。ヘッタクソだし。いや、ヘッタクソだけど、ビビった、マジでビビった。当てるにしたってだよな。あ、もう操作できねえや。おい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 。あ、戻ってったけど。故障しちゃった。え、もしかしてさ、すべての通信スフィア、故障するまで見なきゃいけない見なきゃいけないってか、見ることができるかな。シンナさんがせっかく作った通信スフィア、なんだと思ってんだみんな。でも故障まで見れそうな気配あるな。え、誰も戻ってこない。これ故障のまま放置。マジかよ、なんてこっただぜ。でもまだ見にはいける。ワンチャン故障はしていて、これ動かせないまでも映像は見れる。アップもできない、何にもできない、風景も変わらない。つまりそういうこと。なんでいい。じゃあちょっとこの辺も故障するかどうかだけ見てみようかな。あ、またドナさんのところだし、ドナさんいないし。え、どういうこと。え、ドナさん持ち帰ってきて、そのまま置いてった。いや、それは勘弁してくれ、勘弁してくれ。外が見たいぞ。これ何。あ、間違えて戻る押しちゃったあー、ズームするつもりだったのに今度はこっちだ。あ、まあだからもうこの2択しかないってことかな。こっちはあの宝箱欲しいぞ。ズームしたら取れるか、取れんか。左のはしごの奥の木の枝の断面が肉に見えてうまそう。え、あれ、なんで故障してんの。壊れちゃってる。ほんとだ、なんで。え、キリカの陣のやつ壊れちゃった。え、早く見ないとこれ壊れるかないや、そんなことはないだろう。ここは散々見た。キノコ岩街道ってどんなんだったっけ。あ、海か、海か。あっぷね、また見に行くところだった。怖い思いするところだった。じゃあザナルカンド見に行こうかなと思います。うわー、綺麗だ。でもここイサールさんがいるんじゃねえかな、くらいしかここで会いそうな人とかいないし。あー、そっか、ザナルカンドの観光してる人たちか。猿を気にせず観光できる人たちな誰も通信スフィアに興味持たないし、ここは何もねえか。イサールさんと会えると思ったんだけどな。一旦入り直してみるか。ねえよ、ここは何もねえ。ガガゼト山は、あ、え、あ、温泉に置いてるんだ。あ、そうかそうか。ガガゼト山は山門で、多分長老、キマリロンゾ長老とお話できると思うので、先温泉見てみようか。どうしよう、ウノサノとかいたら。あ、あれ、ガリックさんかな。こんなこと言うのもなんだけど、服脱ぎな。え、違うか。え、温泉に浸かりに来ているわけではない、うん、恨みもほぐれてゆきそう。喋ってくれた、よかった。なら何よりだよ、うん、そんな、でもゆっくりするために来てんだったらやっぱり服は脱いだ方がいいだろう。恨みほぐれたならいいんだが、奥行った。もう一回浸かる。謎、浸かる場所によってなんか違うの。奥だとなんか違いますか。奥の方が落ち着いたんかな。もう動かなそうだ。まあもう一回覗きはするけどね、人はいなくなったか。で、誰も来ないかな。んんんんサボってんだ俺。え、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 ここにいたの。うわ、悔しすぎるが。くっそー。え、温泉、あ、あ、そうだよね、あんなところに。そうだよね。あ、どっか行った、どっか行った。え、悔しかった。捕まえられなかったじゃん。俺、ストーリー3の時に、
った時いた？覚えてねえ。え、お、やば、トーブリさんに会っちゃったよ。え、うい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 、あんたと会うつもりはなかったんだ。原稿画に行かなきゃあんたとは会わないと思ってた。いやでも待てよ、トーブリさんと同じ種族のトーブリさんじゃない人の可能性もあるか。え、あんた今どうなってんの？すげえ顔まで埋まってたけど。いやー、あ、トーブリさんかい。さっぱりしました。よかったです、さっぱりしたなら何よりです。え、何？え、ウィー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 、どういうこと？え、何してた？ウィーウィー、どういうこと？ごめん、喋り声聞こえたから向こう見ちゃった。あ、お前な、ね、あ、あ、ん、あ、ん？あの奥何があるんだよ。あの奥何があるんだ。お、え、何？え、ハイペロ？もしかして。どんな、え、なんかさっきまで、さっきまでは透き通ってたのに。いやー、おもろいー、おもろいなんだなんだだね。でも濁ってるけど、ハイペロ族入ったせいで。わかんないけど、さっきまでは下まで見えてたのに。あ、やめた。去ってくる。ありがとうございました。なんだっけ、ああいうの、集団でやるやつ。あ、フラッシュモブみたいなことされた。お湯濁ったけど大丈夫かな。え、温泉バカおもろいんだけど。ああ、透き通ったの、うん、透き通ってる。シパーフも温泉に入るんだ。え、お前らこの坂登ってきたの？どうやって？鼻伸ばして登るのかな。すげえ、この距離で見るシパーフは全然大丈夫。なんだ、キノコ岩街道で見るシパーフはマジで怖い。お前がゆっくり去っていくのを見届けた方がいいかな。チケチケチケって、チケって、あ、待って待って、これ壊される気がする。殴られて壊される気がする。気のせいか、大丈夫かな。あ、ストップシパーフさん、まあ、確かにこの先行きようもないもんな。へえ、近くで見れて光栄です。おお、何してんの、誰あれ、知ってる人？泳いでんな。温泉でめっちゃ無邪気に泳いでるけど、どうしよう、これでなんかマローダさんとかだったら。さすがに違う。え、去ってくの？もしかして。こっち戻ってこいよ。つまらないし。やめなよ。誰かもわかんないし。ゆうなさんがつまらないしって言うとは思わんかった。そうか。ユナさんがつまらないって言うし、見るのやめるか。え、待って、今のユナさんじゃなくてシンナさんだったか。さすがに語尾 C だったしね。勝手にユナさんだと思ってた。なんでシンナさんじゃなくてユナさんだと。え、あ、びっくりした。え、ダチ、なに、兄貴もどこにいんの。あ、違うか、兄貴こっちで、こっちであれか、何って言ってんのか。おお、気持ちいいぞ言うとったぞ。え、消えた。ん、消えたか。え、あ、え、え、嘘。そこのムービーに入るの。めっちゃホクホクしてる。何事やなかったかな。どこ行く、どこ行く、どこ行くか。おかしいな、なんかおかしいな。え、初めて強制やドロップアウトされたよ。寄り道しないで原稿側に直線だ。何言ってんだこいつ。ちょっと待て、ちょっと待て。ちょっと待てよ、お前めちゃめちゃ温泉行ってたろ。どういうことだよ。ユナが何とかするって言うと説得力があるよ。いや、そうじゃないんだよ。ダチさんについての言及は。そういえば、あれ、俺リュックさんと話したっけ。あ、リュックさん、そうだ、あの席に座ってんだ。ダチさんで温泉はラストかな。いや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 、おお前、いやいやいや、まあ確かにね、荷物がなきゃお前だってわかんないよ。だとしても大赤屋さん、あんたは違うだろう。
や、あんた荷物置けよ、本当に。お若いや、よろしく。いや、言われんくても、言われんくても今度行くよ、絶対。マカラーニアのところな、頑張ってるからな。よろしく。練習してんの？練習してんの？お若いや。よろしく。何してんだ。お？今のよかった。お若いや。よろしくね。なんかハイペラの時といい、これはいけるか、よかったよかった。ちょっと濁ってるのなんだろうな。いけてないし、やっぱシンナーさんか。さっきのつまんないもきっとシンナーさんだな。そりゃそうだ。え、オールスターじゃん、みんな見れる。え、メイチェンさんとか来ないかな。ここでめちゃめちゃ語ってくれんかな。どうだろうか。全然オナゴだった。まあオナゴは良いのだが。あ、え、誰？誰お前？いや誰？いや誰？誰？なんかさっきからすげえ。お、大赤や弟？違うか。何してんの？女子たち、まあ、服着てるから、まあ、いいだろう、多分。いや、わからんけど。え、どういうこと、どういうこと。え、ワンツ。やっぱ、大赤や弟か。初めて見たかもしれんぞ。何が起きた待って今回の動きだけ、一切わからんかった。彼女たちの踊りの舞によってワンツさんに雷が落ちた。そう思っとくか。ワンツさん出てくるんだったら他のなんかまだ出てきてない人出てくる可能性あんな。いっさ、おま、最近どうよ。え、仲良くしてるじゃん。相変わらずさ。相変わらずだな。お前はいつもだって相変わらず。いつまで経っても相変わらずだな。あ、でもなんか仲良さそうにしてるわ。そうそう、ユーナ様なんてハンターだよ。そうだよ、うん、変わらないことが僕の美点、うん、そう受け取ってくれないか。ああ美点って何？いいところみたいな話。それ僕も持ってる。あるあるある、それぞれあるさ、もちろん。私はあるあるある。あの服着て温泉に入るところとかだよ。自分でわかるようなもんじゃねえんだぞ。じゃあイサールさん自分で言ってて恥ずかしいじゃん。そんなことマローダさんに言われたら。ちょっとあっち。あれ怒られる、もしかして。美点って自分なんだよ。自分で言うものじゃないもんな。なんでなんでだよ。マローダさんは悪くないだろう。て振られた。え、もう終わりっていう合図ですか。かわいそうに丸尾田さん。お、え、あ、ルッチールさん。あれ、違う、あの、でも青年同盟にいた人のはずだ。へえ、みんなここ来んの。え、何、溺れかけた。ああ、こっちがルチールさんだ。なんだっけ名前。エルマさんか。知りませんよ。なんでだよ。いいだろう、仲良くしてやってよ。投げ平原にいるよ。ユナさん教えてあげたら。どこかでチョコボかわいいとか騒いでますよ。まあ間違いない、その通りです。投げ平原見たときに後でね確認しようか。意外と近くにいるのかもな。いるか、ガガゼト山。あ、まあまあ近いか、投げ平原は。やっぱ3人組のイメージあるもんな。仲良くしてやってくれな。ルチルさんは入らないんだね。ここまで来て。そっか。じゃあまたクラスコさんとこの2人が会う話もあるんかな。ちょっと楽しみにしておきましょう。お？猿、あ、あ、
ついに来た、ミーチェンさんだ。はい、語ってくれますか。悠久の時を感じますな。はいはい、そうですね、霊峰ですからね。語っても良いですかな。おさはるに言ってる。良いよ、多分良いよ。あ、さ、え、つまらんの悲しいな。いいよ、語って、語っていいんだぞ。たくさん語ってくれ。寂しそうにしてる、寂しいな。あー、行っちゃった。あー、くそ、オサールのせいで聞けなかったメイチェンさんの語りが。いやでも多分だけど、決まりロンゾ長老はガガゼと三門に行かなきゃ会えないだろう。ダチさんも見たし、あと誰がいる。シェリンダさんはルカにいたからさすがに来んだろう。いやまあまあ、マローダさんもベベル宮にいたっちゃいたんだけどさ。え、あ、クラス、こう、ちょっとタイミングずれたな、ちょっとタイミングずれたな。幸せだな、チョコボと一緒にこんなにゆっくり。ま、何よりだよ。じゃあ何よりだよ、幸せなら何より。何もしたくないよ何もしたくないか。どうせ僕なんて何やってもダメだし。まあそういうなよ、大丈夫だよ。あ、何もしないで生きていくってのもありか。まあありっちゃありだろうけど、今は全然チョコボの飼育してくれてありがたいと思ってるぞ。全然様子見に行ってないけどな。あ、待ってくれよ。え、置いてかれたのチョコボに乗ってここ来たの。まあチョコボだったらこの断崖絶壁も絶対シパーフよりは登れそうではあるけどいつだって情けないな、クラスコさん。いや、ワンチャングアド族か。ここでグアドか。温泉で休まりに来る可能性があるか。違うな、シドさん、リンさん。え、たくよ、若いやつらってのはわけがわかんねえな。どういうことだよ。細かいことにばっかこだわって。お、聞いてるぞ。耳ちったらあるし。それ誰のこと言ってんだおい。あ、それナーダラさんか。若いこととこだわることはナーダラさんか。関係ないと思うけどね。うん、そう思うぞ。なんだお前、あいつらの味方が。おお、お前誰に言ってんだ。よせよせ、若いふりしたって。もう、もういい年なんだからよ沈めてしまえ、溺死させてしまえ。あ、あ、お、ね、あ、でもそれはそうよね。これだけ人たくさん来てんだったらなると思うけど。あ、そしたらなんかガガゼと山に来る人も増える。ホーム再建だな。ここで？ホームは必要ないでしょう。まあそれもそうな気はするけど。おお、てめえはホーム再建のために商売してるんじゃねえのか。おお、違うんだね、確かに。自分のホームが欲しくなりまして。ああ。今はそのための商売です。いいですね。まあ一つ。こう拠点を作るというのは商人としてありだと思います。でもガガゼとあのロンゾ族がこう繁栄するためにどうだろう、温泉を復興させる。みんな新しい居場所を探してるんだからさ。うん、立ち上がっちゃった。立ち上がると画角に収まらないんだよな。シドさんが沈むし、リンさんは帰るし。リンさんは浸からないで帰ったな。でもこの温泉そうだよね。これだけの人が来るんだったらね、なんか確かなんか霊峰に人が来ないみたいな話してたから、なんかね、工業に使えるような気もするけどな。シドさんどこまで行くの？あー、出てきた。止まった。どんな温泉の楽しみ方だよ。ああ、また、また入った。温泉で使っていいのは肩までだと思うけどな。頭まで浸かるのは絶対良くないと思うけど。え？本当にシドさんどんな浸かり方してんだ？いや、怖すぎだろ。ナダルさん何の反応も見せないし。何その温泉の楽しみ方。おい、え？お？え？おうおうおう。大人気だな、マジで。てかドナさん出演回数多いな。
何に対してあらあらっつったの？もしかして大赤屋さんと同じで、あ、一人はつまらないわ。つまらないね。バルテラさんいたらいいね。あらあらの練習してんのかと思った。そんなわけなかったな。え、え、待って待って待って、お前と、え、え、何してんの？一人つまらないから泳ぎ出した。なんか周りキョロキョロしてる。でもみんな服のまま入るな。あんまりと思いますけどね。もういないか、もういないか。バルテロさんは多分キーリカの陣でちょっと幽閉されてるしな。まあ、ワッカさんはここ来てる場合でもないもんな。そうだよな。まあこんなもんかな。オッケー。今回は思った以上に温泉が見るところあったのでちょっとここまでにしようかな次回はガガゼと山見て、まあ順々に帰っていこうか。みんながね何してるかもね気になるんでね。ということで今回はここまで。ここまで見てくれて Thank you コンボ、バイバイ。